のパンチェフ、12番のオメロビッチ、17番ヤルニ、19番サビチェビッチ、ストイコビッチです。左に振って7番はブルノビッチ、ストイコビッチ、スペイン戦のヒーロー、ビオビッチが上がったショートコーナー、ストイコビッチがパスを出して、この試合を左右するストイコビッチとマラドーナ、またファール。これはどうやらイエローカードが出そう。ストイコビッチという選手は今のスピードで戻ってきながら、はい、ワンタッチで前向けるんですから、すごいバランスしてますね。これ今の場面ですね。ユーゴの方がペナルティーエリアに入ろうとしてますから、一概に今までの数字通りにはいかないと思いますね。ストイコビッチが大きくパスを出した、そのままシュート押し上げたいですね、はい、その無理をする必要はないですが、ファールです。さあフリーキックのチャンス、前半の42分、警告です。16番オラルテコエチア、今大会初めての警告です。今日は両軍とも、ナイスパスをもう一回上げるか、上がった、ヘッディングシュート、最後のシュート、これ抜けたんですね。これはね、本当入ったと思いました。はい、そしてもう一回チャンスがありましたね。折り返しがヨジッチで行くんですね、はい、これヨジッチのシュートですね。これはキーパーがセービングしてシットしてたんです。そうですね。そしてもう一回コーナーがあって、抜けるんです、キーパーの前を、これ最初のプレーですね、ああヨジッチ、まあこの倒れてストイコビッチ、ストイコビッチかわした、さあこれは個人技だ、折り返すボール、ワントラップ、シュートユーゴスラビア。さあその決定的なチャンスをご覧ください。ストイコビッチがチャンスメイクをして理想的にいました。こうして見てますと、やっぱりトラップのコートから左に出したプロシレツキ、左に振った、切り返す、うん、ストイコビッチ、さあどうだ、のあるドリブルをしますね。これ疲れてるのに、ここはすごかったですよ、はい、なかなかいいプレイヤーですね、モテますね。そしてストイコビッチ、この足技、ドリブルはすごいね。ワンツー取りました、左も余っている、さあスルーパス、フラグ上がっている、オフサイド、ストイコビッチ左かなと思ったら、スルーパスで通そうとしたんですね、はい、表側じゃなしに、あカットした、ストイコビッチです。大きく右サイドから上げる、うん、落とす、フリーだ、シュート塚、シュート、サビチェビッチ、本当にこれも素晴らしいクロス、クロスですね、はい、人数が少ないですね、はい、プロシネツキへ、またストイコビッチ、折り返す、ヘッディングはダメ、サビチェビッチ、ことなんですよね、ストイコビッチがハーフライン付近からドリブルでチャンスを掴んで、この右のコーナーフラッグ付近、今度はサビチェビッチのヘッドでしたが及ばず、ユーゴスラビア、ストイコビッチ、ストイコビッチからヘッドは、これはダメです、これオフサイド取られてるんです ね、ちょっと出てるということですね、はい、ストイコビッチだ、1対1をどうする、
1対3になった。足がかかった、ホイッスル。さあフリーキックユーゴスラビア、延長戦0対0で迎えました。後半の5分半、今倒れていますがストイコビッチ。やはり出てきましたストイコビッチ、フリーキッカーの名手がまずユーゴスラビア。得意は右足、決めた。これは跳ね返っている、これは決まっていない、バーに当たって跳ね返った。名手ストイコビッチが外しました。バーに跳ね返りました。完全にキーパーの逆は取ったんですがね、はい、